領主とは一定の土地とそこに生活する人々の封建的な支配権を有するもの。領主は封建制の時代における政治内支地法自治の形態で、その多くは世襲制による。ヨーロッパ地域では中世から近世にかけ国家という単位が発生する過渡期的に多くの領主が貴族として国家に編入されていった。もとは開梱などで土地を自然のままの 単なる荒れ地や原野から食料などの生産に即した状態に整備するのは個人や小集団の手には余る仕事であったし、まして近隣地域からの侵略から守ることは民兵を組織化するにしても困難が生じた。こういった事業を手掛けていったのが領主である。領主は領地を得て、そこからの産品で財を成したが、この中には公益網の整備や外交、また、 領内の住民に対する生活保護に絡んだ様々な問題解決が仕事となった。ただ多くの伝承が伝えるように、こういった領主が増長して、領民を苦しめたり、あるいは周辺地域を侵略したりといった時代もあり、戦国時代のような時代には戦争に明け暮れ、その負担は領民を苦しめることとなった。これらの領主はやがて民衆から有利し、 その権力を絶対のものとして代々受け継いでいったが、その中には、いわゆる名君と歌われ伝承に残るような善良、ないし優秀な者たちもいた。後に、領主は国という形態が自己組織化の圧力もあって、次第に極大で、おののの民衆の創造を絶するほどの政治的システムに変化する過程で取り込まれていったが、その多くはいくらかの自治権を保持し続け、 地域の様々な産業に関与、地域の繁栄も困窮も、領主の腹一つで決まる部分も根強く残った。今日、様々な地域に残る市や県などの土地の区分けは、そういった領地の支配範囲の名残であることも多く、封建制から他の政治システムに移行した後でも、各々の政治システムの地域的な区分けに利用されている。多くの荘園を領有し、総兵によって武装していた比叡山。 延暦寺開発領主とは、平安時代中期以降、根田開発を盛んに行って領地を確保した者の,の総称であり、元来は有力農民である。彼らは国家から伝授の使有が認められたものの、その権利は危ういものであったため、開発した土地を荘園として受領層に寄進した。受領層は彼らをゲスや公文などの召喚に任命し、 その土地の実行支配を認める代わりに一定の税収を受け取る。こうして、省縁を持つようになった受領層を両家と呼ぶ。両家は次第に国画領を資料化するようになった国士と対立するようになり、自らの省縁をさらに検問税屋や,や大臣に寄進し、保護を求める代わりに一定の税収を収めた。こうして、 荘園を集積した建文層や自社を本家と呼んでいる。このようにして平安後期には本家、両家、開発領主の各層からなる領主層が形成された。また開発領主は一方では在庁官人でもあり国家と結びつくことが有利な場合はそのまま国家領に留まった。自党の領主家1180から1185年自称受栄の戦い。 原平合戦図病部平安中期以降、摂関政治に見られる藤原北家の官位独占などにより、中央政界からあぶれた下級貴族の多くが地方へ下校した。開発領主はこれらの貴族と主従関係を結ぶことにより、昭円をめぐる紛争解決に役立てようとすることが多く、自らは武装して武士となり、また下級貴族の中にはこれらを 武士団として組織して、その統領と呼ばれることも少なくなかった。これら武家の統領の中から、やがて、欧州藤原政権、平氏政権が生まれ、12世紀末世には、鎌倉幕府の成立を見た。鎌倉時代では、児童の存在が知られるが、本来は、児童とは、召喚の名称の一つであり、軍事の直居の際にも、源の行へ源義経追悼を名目として、 荘園、公領から兵糧米を徴収する権限が与えられたに過ぎず土地の支配権を得たわけではなかった。また、その設置も当初は兵士目官僚に限られていた。しかしながら、幕府に忠誠を誓った武士すなわち、御家人は、この時当職の武人内市安堵という形で論功交渉その他が行われ、荘園、公領における年貢の徴収や土地の管理、 治安の維持にあたって、現地支配の実権を握った。鎌倉時代を通じて自頭による、荘園侵略が盛んに行われ、荘園領主との間に土地に関する紛争が激化した。そこで、荘園領主は地頭受け所の契約を結んで、荘園管理の一切を自頭に任せる代わりに、年貢の納入を約束させたり、下地中分の取り決めを行って、 小園の土地そのものを領主と地頭で接班したりした。しかし、この結果、小園領主の狙いとは裏腹に、地頭の小園支配は一層進んだ。守護の領主か守護代から戦国大名となった長岡景虎。守護は地頭と同時期に設置されたが、その性格は全く異なっていた。地頭が町税人として、小園ごとに置かれたのに対し、守護は、 幕府の地方官として国ごとに置かれ国内の治安維持と大番役を柱とする大盆参加条がその任務であった。14世紀前半に京都に幕府を建てた足利高氏は南北朝の騒乱を有利に進めるために従来の守護よりも強い権限を守護に与えた。鎌倉時代の大盆参加条に加え勝った牢関権団権を認めまた施設巡航権を守護に与えた。 さらに、本来、領主に納入すべき荘園の年貢や治療国主に納めるべき国画領の年貢のうち、半分は領主に届けるものの、残り半分は、兵糧米として現地の武士に与えて良いとする藩税や、軍国内の荘園管理を守護に任せる守護受けなどが行われた。このような権限の強化を背景に、守護による自童の悲観化が、さらに進行し、守護大名として、 軍事、警察権能だけでなく、経済的権能をも獲得して、文国内での領域的な支配を強化していった。これを、守護領国制と呼び、複数の国の守護に認じられて、大勢力となる例もあった。しかし、守護はもともと幕府権力を背景にして成長したものであり、もしも、この背景が何らかの理由で崩れる、恐れのある時は、守護自体の存立が危うくなる。 守護が多くの場合邸宅を境内に構え、認知には守護大を派遣したのもそのためである。また、守護大名は、荘園内の様々な権利に基礎を置いており、荘園体制が崩れることは、自らの経済基盤を失うことでもあった。さらに、文国内の武士との主従関係も、諸領そのものの呪術ではなく、軍事、警察における指揮権を通じての関係から始まったものであった。 守護の領主化といってもそこには限界があり、室町時代が南北朝の騒乱後も常に中央、地方問わず波乱含みで政治的に不安定だった理由ともなっていた。戦国時代以降の領主層1600年、関ヶ原の戦い姫路城荘園制が崩れ、地方の政治に一定の責任を持つという意味での領主層の誕生は戦国時代に始まる。それは 守護大名とは異なり戦国大名が基本的には現地に居住したこと、また、それぞれ文国法と呼ばれる法令を交付し、通用させたこと、さらに、それぞれの大名が鉱山開発や農業用水の整備など食産工業と富国強兵を目指したことに端的に現れている。戦国時代には、大名を君主として土地そのものを媒介とする主従関係が発達し、 これが江戸時代の地方地行制の元となっていった。戦国時代を収束させた農民出身の豊臣秀吉は1582年に大港検知を開始し、一つの土地に数人のもの者が権利を持つ複雑な土地所有関係を整理し、土地制度を一新させた。ここに荘園制度を完全に崩壊し、国高制による金銭的土地所有を実現し、 農民には工作権を認めるとともに年貢を納める義務を負わせるとともに、大名には所領をあてがうとともに、改易や国替えを可能とした。秀吉はまた、1588年に刀狩りを実施して、百姓身分から大統権を奪い、武器使用を規制して、兵能分離を完成させた一方で、金星的な武士身分を喪失した。武士は、名字立脇を許され、 城下町にに住まわせるるここととしししたこれに前後してて武士のの間では家紋の研究が流行している江戸時代の封建領主としては、幕府の徳川将軍家をはじめとして、藩を単位とする一万国以上の大名、一万国、未満だが将軍おまみの特権を有する旗本、おまみの特権のない御家人、また国高の高い大名の上級家臣があった。江戸初期には、 大名は一定の土地を有力武士に与える地方治療制が取られていたが、求人が勝手に年貢を徴収することもあったため、大名は自ら治める支配領域を拡大し、1690年頃には放禄制度が一般的となった。これ以後、治療制度を残す藩の数は全体の17%となった。その治療制度も明治維新後の廃藩置県によって、 中央政府が任命した府知事、県令の派遣によって終わり、武士の特権も配当令と実力処分によって完全に廃止された。ありがとうございます。